影と日を交差する。大きな枠組みで捉えるならばこの世の中は影性質な部分と陽性質な部分との引き合う力のバランスによって調和されていると言えるでしょう端的に言うと病気もその影と火のバランスの偏りによって発生していますなるほどそうかでも陰性陽性というのはどう見分けるのと聞かれそうです 病気になった場合の体質的な判断は第2章の体質の特色判定法を参考にしてもらいここではもっと基本的な事柄を交差してみたいと思います赤ちゃんはお父さんとお母さんの遺伝子を半分ずつもらっていますですから顔形性格までもお父さんお母さんによく似ているんですね。それでもお父さんお母さんの 全くのコピー、複製ではありません。要素は多分にあるものの違った生命の息吹を持つ一人の人間です生まれたての時は赤子というように生きる以外何も要求しない全くが欲のないそれこそ真っ赤かの肌感棒ですそれに対し緑子という表現があります木の新芽に子供の成長を例えた言い方です 中国大陸を中心とする黄色人種にはお尻に猛湖畔という青あざが7歳ぐらいまであったりするのも後押ししているのでしょう赤子とはよく言ったもので腹が空いて泣き出すとすぐに真っ赤かな顔つきになります赤ちゃんは体温も底ばく高めで心拍も呼吸も速い新陳代謝を速くして体の成長を急がせています 赤いのは活性力の強い様子を捉えていると解釈できますいわゆる陽性な部分ですねそれに対して赤ちゃんの細胞組織は柔らかく触ってもぷよぷよしていますまだまだ細胞自体も充実しきっていませんから細菌に感染しやすかったり下痢してしまったり抵抗力がまだついていなくて弱い部分だらけですですから 育児にお母さんんは大変なんです。緑ごとは質の面から見れば成熟過程の弱さ陰性な部分を象徴しているように思われます物事には赤ちゃんのように陰性な部分と陽性な部分が同居している場合が多いので全てを陰性と陽性にきちっと区分することはできませんしかし性質の偏る方向性が 何であるかをうかがい知れば実践的に役立つこと応用できることは無限に広がってきます。影と日の方向性の違いを知ることはこれからの人生を本当の意味でもっと豊かなものにしてくれるはずです。その違いを身近なものを中心に表にまとめてみます。陽性影・性・性・影・質・温める・冷ます。 暑い、寒い。明るい、暗い。重い、軽い。銅、静。硬い、柔らかい。締まる、緩む。短い、長い。プラス、マイナス。求心力、遠心力。縮む、伸びる。有無。強い、弱い。地、地下、境。動物、植物。放置、空間。 太陽、地球。土の中に向かって伸びる。空中に向かって伸びる。成長が遅い。成長が早い。赤い、青い。大人、子供。男、女。生、死。右、左。ナトリウム、カリウム。横、縦。色調が、黒、赤、黄色が強い。色調が、白、青、緑が強い。 人のく体型がっちりとした体型ひょろっとした体型隅ばった顔つきまたは丸顔細表または逆三角形外向的性格内向的性格意志強固怒りっぽい意志白弱涙もろい睡眠時間が短い睡眠時間が長い暑がり肩こり 腰痛が強い、カンガリ冷え性動作や話し方が速く声に力がある動作や話し方がゆっくりで声に吐きがない右半身に症状が出る左半身に症状が出る女性の場合生理周期期間が早め女性の場合生理周期期間が遅め手の指が太い爪が丸い手の指が細い 爪がひ弱で細長いこの表は影と日の方向性を示すものですから一つだけ見て私は右足が悪いので陽性に傾いているに違いないなどと決め込まないでくださいあくまでも傾向をつかんだ上で判断してほしいのですまた幼少期や数年前まではひ弱で虚弱だったという人がいますがそういう人に限って 陽性な食事や生活が過ぎて今は人と構成になっているというケースが多いのです陰性に傾いている時は陽性なものが欲しくて今度は過ぎてしまって結果的に陽性の方に傾いてしまっているということです自然は陰性なものは陽性なものを陽性なものは陰性なものを引き寄せます必要な量と質を組み合わせて 安定を図ろうとすするる力が働いていてのです野生に住む動物たちは自分のお腹を壊すほど餌は食べません人間だけが必要以上に害になるほど食べすぎたり飲みすぎたりします人が病気になるのはそのさじ加減程度が鈍っているからですこの健康法を続けていると感覚が正常になってきて食べすぎ 飲み過ぎをしたくなくなります。ですから、自然と体が楽になってくるのです。健康法とは、病気を治すために苦しい思いをすることではないのです。悪くなった原因を一つずつなくしていって、本来持ち合わせている自然治癒力を最大限引き出すことが大事なのです。それが自然な形で発揮できるように努めるのが真の健康法と言えるでしょう。 影ととの理論を応用すれば、いろいろなことが分かってきます。分かるというよりも気づくと言った方がむしろ適しています。病気もまず気づきがあってそれから方向づけができると考えます。まず自分が今どういう体質に偏っているかを把握しなければなりません。すべては影と日の違いが表現しています。それを知ることが 健康への最初の第一歩でもあり、決め手でもあると思います。